高橋周平の逆襲。二つの開幕三塁争いがガチンコ勝負の様相を呈してきた。石川が濃厚と見られてきたが、状態が良いとは言い難い状況。その中で、一軍に合流した高橋がいきなり、バットで結果を残した。良い動きもしていましたし、チーム3安打のうち2安打が周平ですからね。2軍でスタートしたけど、しっかりやってくれていたなという印象です。3割打った選手ですし、守れますから。ここ数年は苦しんでいますけど、勝負どころで打つ選手になれば、当然戦力として必要になる。試合後の立浪監督は、率直な思いを口にした。6番サードでオープン戦、初出場。まずは、2回ワンアウトから西武の先発、平のカットボールをライト前に運んだ。鵜飼のピッチャーゴロで2塁に進むと、木下のライト前で完全と本塁へ突入。本能的に出ましたと振り返ったヘッドスライディングで先制のホームを奪った。7回2アウトの第3打席では、大の直球をセンター前へ運んだ。とにかくやれることをやろうと思って、試合に臨んだ。やってきたことが出せたことは良かった。ずっと2軍でやっていて、会っていない人もたくさんいた。知らないところで野球をやっている感じも少しあった。所沢の気候と同じく冷えたままだった打線の中、存在感を見せつけた。開幕まで3週間を切って、徐々に本番モードに入ってくる。立浪監督は、高谷もやっぱり状態を上げていかないと。昨年までは使ってきましたけど、やっぱり打たないと試合には出られない。この日は4打数無安打だった石川はオープン戦6試合の打率が0割6分3厘と結果が出ていない。状態が上向かなければ、取り巻く状況は変わる。さらに、カリステも虎視眈々と開幕サードの座を狙っている。石川昂弥選手も、暖かくなってくれば、調子が出てくると思います。周平に足りないのはガッツ。それがさらに向上すれば、開幕サードある。周平が元気だと嬉しいよ。応援歌も盛り上がるしね。どちらも他のチームなら2軍です。それをどちらを選ばなければならない、チュニドラの選手層がひどい。石川ごとき10年早いわって言わせてくれ、打たんとサードでは出れない。スタメンオーダー、迷走したままシーズン突入しそうな気がする。こういうのをファンは見たかったんですよ。さすがに後がないので、今年は気合が入ってるか。2本打っただけではしゃぎすぎに思います。周平選手しか得られない喜びがある。温室育ち、某球団にもいるがと雑草魂。今年は周平の笑顔が見たいんだ。大きいのは狙わなくてよし、とにかくチャンスで勝負強いバッティングを。競争あるのみだな。